わきわきわきー、わきーかいやまのミニチュアでーす。それの、また小さいサイズでーす。わきー流ガチャガチャ収納術、ロボットカテゴリーのパート4をお送りいたしまーす。ま、前回の残りね。本編行く前にチャンネル登録よろしくお願いいたします。2023年12月2日3日池袋サンシャインシティで開催、昭和レトロガチャガチャ展、こちらもまだまだクラファン実施中です。返礼品もなかなかいいですよ。番組の後ろの方ではその返礼品もじっくりと紹介しておりますので、最後までお楽しみに。それではご覧ください、どうぞ。それではロボパート4参りましょう。まず袋だね。実はね、これはね、当時のね袋なんですけど、捨てられないんだよね。当時のまんまこのね袋の感触でね、当時にね戻れるんですよ。わかるかな。スモスのね、これ結構レアなんですよね。これゴールドライタンのプラモデル、バンダイに対抗してですかね。これが2つあるんですね。もうバラバラになってますけど、1個は組み立ててみようかな。そしてまあ、ね、このようにプラモデルもロボに入ってるんですね。プラスチックモデルスカイライン 2000GT。 いやー、人気の車種でしたね、コスモス。これ1回開けたような跡がありますけどもね。100円ですけど、接着剤使いません。なんかロボのカテゴリーに戦車が入ってるのもおかしいですけど、 BB 弾飛び出す戦車ね、コスモスって、あ、メイドインジャパンだ。こちらコスモスはありましたよね、これね。同じ材料で作ったロボット、これもコスモスですね。お、これザウルスキャップのコスモス版。うわー、すごいなー。何がすごいって、オリジナルじゃないんですよこれ。これはすごいですよ。そして、お、これは何かな。このような袋に入れていくのがね、収納術なんですけど、これに入ってるっていうことは当時の袋ではないっていうのは分かりますけど、これこのままもらったんだよな。ちゃんとお尻にコスモスって書いてますけど、これもう一つパーツがあるのかな。顔の部分がないですよね。よし、待って、待って。うわ、これ数字ロボだ、数字ロボ、やっとロボット。スティッカーも貼ってないんですよね。やっぱちょっと貼るのは怖くて。わかります。これなんでしょうね、汎用箱。これ紹介したことないですもんね。お、すごい満帆に入ってますけど、これはね、この後出てきます。ジェットロボですね。ジェットロボ。ジェットロボなんだ。で、これがオリジナル箱のジェットロボ。やっぱこっちが欲しいですよね。ジェットロボ。もう、精密機械っぽいでしょ。同じものと思いきや。あと、組み立ててあるというね。組み立ててないものが多かったりしますけどね。ちゃんとジェットロボのこれね、説明書あるのすごいでしょ、ね。ジェットロボ。ジェットロボですよ。顔がちゃんとありますから。ね、なんきちっと、いたずらにきちっと作ったんですよね。ジェットロボ。ゾイドじゃなくてゾイですから。皮膚機。まあ、許してください。出たー。ゾイ。これをこう回すと、ここから火が出てくるんですけど、これもなんかこれだけ特集した道具があって、確か火吹き成功してると思いますのでご覧ください。後ろも見たいよね。ゾイ、ゾイ。でも指がいいですね。ゾイ。そしてロボナット、これもね、別に大したことはないんですけど、ちょっと違うんだな。ロボナット。ねえ、ちゃんとロボナット。コスモスロボナットってこうね、確認できるのいいですよね。これです、これ。
見よう。写真と違うんですけども、ロボだ。ちなみにこんな感じでロボナットが自由自在に遊んでまーす。かわいいね。お、ジェットロボ。三つ目か。今度は白。なんか白が、あれですね。組み立てられてないですね。お、変身ベルトマン。遊び方、ベルトからロボットから、これもバンダイのベルトロボってガシャガシャがあったんですよね。なんかお、さっきのプラモデルに似てる。これベルトになるのかしら、不思議ですよ。変身サイコロくん、これ前回のね VTR でカプセル入ったやつありましたけど、ここに箱にも入っている。あ、この黄色だ。黄色いサイコロにシールはつけていないという。自分でつけんだね。どういう風に変形するかわかんないね、これ。ちなみにこんな感じで。結構後ろは無機質ですね。変身サイコロくん。変身サイコロくん。これも入ってんすよ、これ。そして、お、来ました、コンピューターロボ。かぁ。この格好悪さがいいよね。コンピューターロボ。来ました。コンピューターロボ。デデン。お、シャキンが顔が出ました。強そうですか？どうですか？ね、このコンピューター部分が手になって、足が。こんな感じ。これでもね、前も紹介したんですけど、シール貼るの間違えてね、コンピューコンピューってこうなんか変な感じで貼られてるんですよね。この雑な感じがね、コスモスなんだなぁ。あ、どうですか、かっこいいですか。かっこいいよね。かっこいいなぁ。決してファミコンロボって言わないところがいいんですよ。いいんです。さあ、そしてロボット最後。ね。先ほどあの、剥き出しで、このように数字ロボットもあるんですけど。まあ、このようにね、ちゃんとしたオリジナルの箱もあるんですね。これはびっくり、変身ロボット。すごいですね。1,2。まあ、勉強しない子がこれ持ってたんでしょうね。で、中は2でございます。1入ってなくて、1か2が入っているという。非常に、不親切な。二つ入れてほしいですけどね。うわー、このシールが。たまんなく80年代ですね。このように2が変形するそうです。やってみる？大丈夫か？できるか？いけるか？意外と。足だ。が変形しました。タップしかないんですけど、肩もちょっと折れちゃってますか。まあまあ。数字ロボット2です。強そうですが、安定感は悪いですけど。以上、ロボットカテゴリー第4弾でした。後ろ姿は中年のいい味出てますね。前回同様です。チャンネル登録よろしくお願いいたします。グッドボタンやコメント。さらには、ワッキーかやま所有のガチャガチャコレクションからこの辺見てみたいよというリクエスト。エモーイ昭和レトロ風ご当地オリジナルのガチャガチャなどなど発見しましたらコメント欄にてお願いします。昭和レトロガチャガチャ店ではこの辺見てみたいよ、持ってきてくださいよっていうリクエストも受け付けておりますので、ぜひよろしくね。それでは最後に新庄駅の山形新幹線駅名チャームのオリジナルガチャガチャ、そして昭和レトロガチャガチャ店の返礼品の超人消しゴム
ドーンとご覧ください。あ、そうだ、女の子向きのバッジも画像上げときます。ではね、バイビー。ゲットしたガチャを取って SNS で上げ、いいねをたくさんもらってのイエーイ。